村上さん村上胸高さん勘認してくださいあなたどんだけチートなんすかホームランバカ打ったらあかんすよほんまに勘認してください。はいどうもメントスコアと、なのろどごろでございます。本日もですね、DNA の振り返りの動画を撮ってまいりたいなというふうには思います。まあ本日からね、 まあ、ヤクルトとのゲーム差が4ゲームというところで、まあ、首位攻防戦ですね。ハマスタでの3連戦、ヤクルトとの3連戦。なんとしてもここで3立てをして、えー、周囲に食らいついていきたいというゲームだったんですけども、まあ、結果を申しますと、まあ、あの、6対3でね、負けてしまったということになってしまいました。 え、非常に今、惜しいというか、え、残念なゲーム結果にはなってしまったんですけども、ま、あの、明日以降はね、ぜひ買って、え、ゲームさんの方を再び縮めていきたいなという感じのゲームでございました。ということでね、いつも通りね、え、選手た活躍というものを見ていきましょう。えー、選手たち活躍の方はこんな感じになっております。 まずですね、まあ、ハマスタ、ーすごい連勝中だったんですけども、まあ、その連勝というものをストップという感じになってしまいました。まあ、正直なところを言わせていただくと、まあ、連勝というものはね、いつかは止まりますので、その連勝というタイミングが、まあ、止まるタイミングがここに来たという感じですよね。まあ、最初に言わせてもらうと、まあ、あの、ヤクルトでね、えー、3連勝したいというところもありますけども、やっぱりヤクルト主位のチームですし、そんなに簡単にね、やっぱ3連勝させてくれないというところもありますので、えー、今日までだた というところはね、私からお願いしたいところもあるんですけども、そんなに皆さん悲観的にならないで、えー、ください。えー、明日はね、以降買っていけばいいところの話にはなってきますので、それも難しいところではあるんですけども、え、明日からまたね、え、からまたね、どん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 と積み上げていきましょう。えー、ということでは言いたいかなとは思います。まあ、打線の方なんですけども、まあ、あのー、最速以ト選手にね、まあ、早打ちというところで、まあ、完璧に抑えられてしまいましたね。6回からはですね、まあ、あの、巻選手のツーランホームランと、 まあ、トバシャ選手の代打ホームランが飛び出して、まあ、3得点することができたんですけども、まあ、今日の試合は負けたもののね、えー、勝ち系統のピッチャーですよね。相手の清水選手、マグガフ選手、まあ、石山選手あたりをね、引きずり下ろすことができまして、えー、だいぶ消耗させれたっていうところもありますので、えー、この点は、ま、ただで、 えー、負けるというわけではなくて、勝ち系統のピッチャーを引きずり下ろしてでの、えー、負けというところになりますので、ここは、あの、初戦としては価値がある、えー、まだ負け方だったのかな、というふうには、えー、思います。えー、そうですね。あの、バッターの方はですね、まあ、あの、今日から山津選手が復帰したというところで、まあ、柴田選手もマルチヒット、えー、最近、楠本選手も調子がいいところというところで、マルチヒットを打っていますので、 えー、明日以降はどんどんと畳みかけて点数を多く取ってピッチャーも抑えて、えー、ぜひね、買っていただきたいなというふうにはね、思いました。 えそうですね。あとは、ま、あの、全体的な、ま、あの、所感の方なんですけども、まあ、ピッチャーの方はですね、まああ、あの、の、大抜き選手が、まあ、あの、5.1からなりてしまって、まあ、3失点というところで、まあ、あの、打たれてしまいました。まあ、そうですね。あの、全体的に言わせていただきたいのは、村上選手との対策というか、対立ですよね。まあ、あの場面はノーアウト一塁二塁になっていましたので、まあ、ま、あの、そこで、ま、敬遠しろというのはね、おかしな話ですよね。 まあかなとは思うんですけども、正直なところ今の状態見ていても、今日もし、あの場面で、三浦監督が敬遠という、もし絶対ないと思いますけども、チョイスを取っていても私は納得しますね。え、なぜかというと、今あの状態なんですからね、村上選手。 あの状態なので、もし明日以降、ああいう場面が来て、宮ィ監督が、あの、敬遠という策を取ってですも私は納得するかなとは思います。まあ、その後のね、メイガミ選手の場面は、あの、ツーアウト1、ノーアウト、ツーアランナーなしという場面でしたので、まあ、そこも敬遠はしないかなとは思うんですけども、うちょっと安直に、あの、入りついた部分もあるのかなっていうふうには思いました。あの場面は、まあ、臭いところでフォアボールでも良かったケースかなとは思いますので、 まあ、あの、本当に村上選手手がつてれないというか、もう今日宮古に選手もね、ホームランを打たれてしまいましたけども、まあ、三上選手と小野選手に書いたらコ交通事故っすよ。えー、それぐらいの失点ですので、あの、気にしないでいいかなとは思います。あとは坂本選手ね、あの、リリーフでしっかり今日も抑えてくれてますので、これは大きな収穫かなとは思います。 はい、ということで、最後にね、メントスカトコ選手を決めましてね、今日の動画はね、終わっていきたいなというふうには思います。そうですね、今日のね、メントスカトコ選手はですね、あの、ダイナホームランで流れをちょっと変えてくれました。飛ばした選手に会いに行きたいなというふうには思います。メントスカトコの方、おめでとうございます。 はい、今日こんな感じで終わっていきましょう。明日はね、本当に絶対勝って、あのー、3連敗だけは阻止して、あの、勝ち越しの方していきましょう。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。ここまでご視聴ありがとうございます。よければね、えー、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、えー、こんな感じでね、撮っておりますので、また見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら。古いたて、横浜の大黒柱よ。さて、飛ばせ、勝利屋の扉を開け。 かっ飛ばせとおばしら。